なんと私武崎裕太がですね CM に出ることが決まりました。テレビ CM ですよ、地上波の。いや、なんかテレビ番組とかよく出たことがあるんだけど、テレビの CM に出るのはぶっちゃけ初めてなんですよ。でまさか僕がテレビの CM にそのなんかタレントとして出るって思わんかったんだよね。夢にも思わんかった、そんな人生が来るって。でも今回の、まあ、ちょっとごめん、この間ね配信して、まあ、疲れてそうとか心配だってコメントめっちゃくれて、本当青汁リスナーめっちゃ優しいなと思って、本当にみんなに感謝しないとなと思ったんだけど、ああいう一連のね、まあ、そのなんだろう、足をなんだろう、こう引っ張るような人たちを見てて、なんか僕がすごい仲良くさせているっていうか、お世話になってる社長さんがいて、だったら、まあ、その会社は結構大きい会社なんだけど、まあ、ここまで、まあ、あんだけ叩かれても頑張ってきて、もう社会的にもうこれだけね、まあ、チャンネル登録も増えたし発信力もついたんだから、だったらうちの会社の CM 出させてやるって言われて男気で決まりました。はい、だから別にテレビ局に選ばれたわけじゃなくて人間関係で選んでくれました。でもう話進んでます、契約まで、まあ、契約までは厳密に言うとまだ確定はしてないんですけど、契約書にやり取りもしてます。ここ何日かの話ですね。たまたまCM に出る予定だった人が都合が合わなくなったんで、まあ、僕が代わりにっていうかタイミングも良かったんですけど、すごくない？テレビ CM ねえ、やピンチはチャンスなんだよね。ピンチはチャンスで、もちろん、まあ、この間の配信で言ったけど、まあ、25日に判決が出て、まあ、そこで明らかになります。はい、明らかになるんで、まあ、それがクリアになったらっていう話なんですよね。はい、でも僕、まあ、僕、まあ、これだけ言うんで、もう皆さんここ信じてくれって言うしかないです、言うしかないんですけど、まあ、そこは絶対クリアできるんで、まあ、いつになるか分かんないですけど、今年の夏ぐらいまでにはもうテレビの画面で僕の姿見てください。めっちゃ嬉しい。これよかったっすね。エチリとして出るのリジェネ、いや多分青汁王子としてます。まあ、でも一応まだね機密情報なんで、まあ、どこの会社とかは言わないです。言えないんで、ちゃんと改めて発表したいなと思うんですけど、いや俺マジ持ってるなと思ったんでちょっと報告です。はい。